rror418.net にて展示された htcpcp の実装電瓶車製のティーポットをネットブックにくっつけた形での htcpcp t の実装ハイパーテキストコーヒーポットコントロールプロトコルは http の拡張でコーヒーポットの制御、監視、診断を行うための通信プロトコルである。 1998年4月1日に発行された RFC の RFC2324 で規定されているが、これはエイプリルフール恒例のジョーク RFC として公開されたものである。2014年4月1日には紅茶向けに拡張した HTCPCPT が RFC7168 として公開されたが、これもエイプリルフールのジョーク RFC である。 RFC2324 は、ラリー・マシンターが執筆したものである。彼はこれを風刺と表現し、これは、真面目な目的を持っている。それは HTTP を不適切に拡張する方法を、特定することである。と書いている。プロトコルの文言からして、これが完全に真面目な目的ではないことは明らかである。例えば、the e i s a strong, dark, rich requirement for, エープロトコルデザインドエスプレスリーフォーザブルーイングオブコーヒーと書かれている。エイプリルフールに発行されたジョーク RFC ではあるがプロトコルそのものは実行可能なものである。エディタの EMAX には完全に機能する HTCPCP クライアントの自装が存在する。モジラのバグレポートにはこのプロトコルに対応していないことに対する不満を 訴えるものが多数存在する。また、大学生の研究対象として、実際に、HTCPCP を実装した、コーヒーメーカーを試作するといったことも行われている。HTCPCP の発表から10年後の2008年4月1日、ワールドワイドウェブコンソーシアムの HTTP、ボキャブラリーイン RDF のパロディとして、ウェブコントロールドコーヒーコンソーシアムが、 HTCPCP ボキャブラリー in RDF の初行を発表した。HTTP をベースとしたプロトコルであるため、コーヒーポット側からクライアントにコーヒーが入った等の通知を送ることができないなどの問題を抱えており、本プロトコルの代わりに IRC ツイッターによる通知機能を持たせたコーヒーメーカー、モエカが開発されるなど、本プロトコルの代替となるものも提案されている。 HTTPCP は HTTP を拡張したものである。HTTPCP リクエストは URI スキームコーヒーで識別され、HTTP メソッドを以下のように拡張している。以下の2つのエラー応答が定義されている。2017年8月5日、IETF ハトビスワーキンググループの議長であるマーク・ノッティンガムは、 htgpcp を参照して実装されたステータスコード 418iim-atpod をノード JS プラットフォームから削除するよう求めた。2017年8月6日、ノッティンガムはプログラミング言語5からの 418iim-atpod への参照の削除を要求し、その後 Python の http ライブラリーリクエストや アスプ、ネットのハトパブストラクションスライブラリーからも削除するよう要求した。これを受けて、15歳の開発者のシェーンブランズウィックは、ウェブサイト SAVE418.com を作成し、セーブ418ムーブメントを立ち上げた。彼は、様々なプロジェクトで 418iMAT ポットが参照されることは、コンピュータの基礎となるプロセスがまだ人間によって、 作られていることを思い起こさせることになると主張した。ブランズウィックのサイトは、ソーシャルプラットフォームレディットで数千のアップボイスを集め、彼のサイトで紹介されたツイッターのハッシュタグセーブ418を多くの人が使用した。世間の反発を受けて、ノード、JS、Go、Python のリクエストライブラリー、ASP、ネットのハトパブストラクションスライブラリーは、 自らのプロジェクトにおいて 418iMAT ポットを削除しないことを決定した。これらのプロジェクトと一般の人々からの満場一致の指示を受けて、ノッティンガムは418が当面の間公式のステータスコードに置き換えられないことを保証するために418を予約済みの HTTP ステータスコードとしてマークするプロセスを開始した。ありがとうございます。